川崎市消防局の明石と申します。ただいまからタイマーユニットの不具合により出火した電子レンジ火災について発表させていただきます。よろしくお願いいたします。はじめに今回の火災調査の全体の流れを説明いたします。商業施設の店舗である美容室内に設置された電子レンジ庫内からの出火で、現場での実況見分時、電子レンジ火災でよくある食品の温めすぎによる出火かと思われました。しかし電子レンジ使用者からの聴取内容と電子レンジの使用状況から、ただの電子レンジ火災とは何か違う、ある違和感を覚えました。この違和感を払拭するために製品鑑識に進んだ結果、製品の不具合を確認し、再発防止対策が実現しています。火災概要です。令和3年12月の夜9時ごろに出火した建物火災で、建物は大型商業施設になり、外観はこのようになっています。火災の起きた店舗は美容室で、火災当時は営業時間外でした。被害状況では人的被害はなく、店舗内のバックヤードに設置された電子レンジ1台および各収容物が焼損しています。出火前の状況です。商業施設内の美容室に設置された電子レンジからの出火で、電子レンジは設置から4年半経過しています。電子レンジの使用目的は2つあり、1つは美容室の施術に使用する薬剤を温めるため、1つは従業員の休憩時の食事の際に食品を加熱するためとなっています。発見、初期消火時の状況です。従業員がフライドポテトを温めるために電子レンジで加熱を開始します。加熱中、トイレに行っていた従業員はトイレから出た直後に何かの破裂音を聞いています。電子レンジに駆けつけると電子レンジ庫内が赤く見え、前面扉を開けると庫内から煙と炎が噴き出したため、水道水による消火を行い消火に成功しています。第1回実況見分です。こちらは美容室のバックヤードに設置された電子レンジの状況になります。操作パネルを確認すると、出力は強700ワットに設定され、タイマーは1分の1で停止しています。電子レンジ庫内の状況になります。庫内のターンテーブル上には炭化物が認められ、当該炭化物を起点とした燃え広がりを示しています。実況見分中、電子レンジ使用者から火災の状況について聴取した重要な情報が3点あります。1点目は今回の電子レンジの使用状況です。フライドポテトを温める出力は700ワットで、タイマーを1分に設定していること。2点目は業務中の電子レンジの使用状況です。美容室の施術に使用する薬剤を加熱するために1日5回ほど使用しており、その際の加熱時間は出力700ワットで1分間であること。3点目は電子レンジ使用者の行動についてです。電子レンジでフライドポテトの加熱を開始してその場を離れ、破裂音を聞くまでの時間は約5分であることです。これら電子レンジの使用者の供述と実況見分時の状況を時系列で整理します。21時7分ごろ、タイマーを1分に設定した電子レンジによる加熱を開始し、1分後の21時8分にはタイマーは停止し、加熱も停止しているはずでしたが、加熱開始から5分後の21時12分ごろ、電子レンジからの破裂音を聞いた使用者は電子レンジからの出火を減臨し、初期消火活動を実施し消火に成功しています。推定出火時刻の1分後の21時13分に自動火災報知設備が発報した記録が確認され、その後駆けつけた警備員により電子レンジの電源プラグが抜かれています。これが火災の時系列になります。タイマーつまみは残り1分の1で停止しており、当初調査員は従業員の供述を不審に思い、タイマーを1分ではなく6分以上に設定し、食品を温めた結果出火に至ったのではないか、このような考えを抱いていました。おそらく火災に携わる調査員は誰もがこのような考えを持つと思います。しかし電子レンジの使用状況と使用者の聴取内容から
違和感を覚えた私は再度タイマーつまみを見分しました。タイマーつまみはダイヤル式で残り1分の1で停止しています。電子レンジが正常に作動していたとしたら、5分間の加熱をするにはダイヤルを6分の1まで回す必要がありますが、ダイヤルの位置関係を見ると6分の1にダイヤルを設定するためには200度以上ダイヤルを回転させなければならないことが分かりました。そのため片手で一度にダイヤルを合わせるには無理があることが分かります。また使用者は業務上使用している1分の設定位置に慣れているとのことですから、従業員がタイマーを1分に設定したという証言の信憑性は高いと考えました。以上のことから調査方針を切り替え、タイマーユニットの不具合が起きた可能性を疑ったことから、製造業者との鑑識に進みます。鑑識を行う前に製品の概要を説明いたします。製品は電子レンジで、出力を切り替えつまみにより700、500、200ワットに切り替えられる構造になっています。またリコール情報はありませんが、タイマーユニットが起因した火災が2件発生しています。第2回実況見分の鑑識の状況です。関係者の承諾を得て収去した電子レンジを製造業者立ち会いのもと同型品と比較して見分を始めます。電子レンジ庫内の状況になります。天井面の焼けが強く食品が炭化していますが、ターンテーブル、回転ローラー等に損傷はありません。こちらは機械室の状況になります。各安全装置や各構成部品に焼損はなく、マルチメーターを使用して抵抗値等を計測しましたが、すべてに異常は認められませんでした。操作パネルの状況です。タイマーつまみの裏側にはタイマーユニットが取り付けられ、外観に異常は認められませんでした。タイマーユニット内部の状況です。各部品の名称はこの通りとなっています。ここでタイマーユニットの基本的な構造について説明いたします。こちらは機械式のタイマーユニットとなっており、タイマーユニットを回して時間を設定することでタイマーギアが回るとともに連動して各ギアが回転を始めます。タイマーユニット内には出力切り替えスイッチおよびタイマースイッチの2つの金属製の接点を有しています。これは電子レンジの出力をコントロールするため完結運転を行う必要があり、そのために出力切り替えスイッチが使われ、タイマースイッチは運転を停止するために使用されます。完結運転の仕組みをこの渾身のアニメーションで説明いたします。タイマーを設定することでタイマーギアが回転を始めると、各ギアが連動して回転を始めます。スイッチ用カムが回転するとカムの切り欠きがカムレバーから外れることで出力切り替えスイッチの接点が引き離され、通電が停止されます。その後再度接点が接触することで通電が開始されます。通電の停止と開始が繰り返すことで決められた出力であるワット数を生み出しています。これがタイマーユニットの動きになります。タイマーユニットの見分に戻ります。タイマーユニットを見分すると、出力切り替えスイッチの接点周辺が黒く変色し、スイッチ接点は離れていますが外装樹脂は炭化していることが確認できます。出力切り替えスイッチをタイマーユニットから取り外した状況です。各接点を可動接点、固定接点と呼称し見分すると、どちらの接点面も黒く変色しているのが確認できます。接点面をさらに拡大して見分すると、可動接点、固定接点はともに接点面が溶融し、溶融金属が固着して表面が荒れているのが認められます。次にタイマースイッチの接点を見分すると、可動接点および固定接点の中央付近は溶融した痕跡が認められ、さらに接点面には亀裂が認められ、双方の接点を合わせると亀裂の箇所が一致することを確認しました。この亀裂は接点同士が溶着していたものが離れたことによってできた痕跡だと考えられます。検討結果です。鑑識の結果、タイマーユニット内の出力切り替えスイッチおよび
タイマースイッチの接点面は溶着を起こしていた可能性が高いことが分かりました。このことから、本来であれば出力切り替えスイッチおよびタイマースイッチの接点は引き離されますが、電子レンジの継続利用の中で片方あるいは双方のスイッチ接点面の溶着による接点固着を起こした結果、各ギアが連動しているためにギアがロックされ、タイマースイッチの接点を引き離すことができず、加熱が継続し出火したものだと結論付けました。再発防止への取り組みです。まず、タイマーが動作停止し電源が切れず連続運転になるという故障は、電子レンジで発生する故障の中でも最も致命的な故障といえることから、当局から製造業者へ各スイッチ接点の強度について再検討が必要であるため、今後の製品開発に生かし消費者への注意喚起を実施していただくことを要望しました。この要望の結果、製造業者のホームページに掲載されたものがこちらになります。タイマーが効かないことや異常発熱によって発煙・発火する危険性があることが周知されました。当局は今後も製造業者の動向を注視していきます。終わりになりますが、本火災事例では初期の実況見分時に感じた違和感を見逃さなかったことで、身近な火災に潜む本当の出火原因にたどり着くことができました。まさに火災調査は各地からを再認識する事例であったと言えます。以上で発表を終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは会場の方からご質問コメント等ありましたら挙手にてお願いいたします。すみません、横浜市消防局小倉と申します。分かりやすい発表ありがとうございました。一点確認なんですけれども、取扱説明書の方によくタイマー、機械式タイマーの場合なんかちょっとだけ回すと動かないことがあるんで、何分以上回してから戻すみたいな、そういう記載はありましたか。はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃる通り、取扱説明書においては、タイマーをはじめに3分以上に設定してから1分の位置に戻すよう、1分や2分などの短い時間を設定する際にはそのように、作動していただきたい旨記載されておりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。すいません、ちょっと今のに加えて、それをしてればそういう不具合っていうのは起こりにくくなるんですか、その固着とかいうのは。それっていうのはこう一回こう回してこうやって、いえ、そのことについては、まるで関係がないものだと、はい、認識しております。すいません、他にご質問等ありますでしょうか。はい、それではちょうど時間となりましたので本発表を終了したいと思います。どうもありがとうございました。